こんにちは、ロンゲと坊主と YouTube ロンゲです。坊主でございます。はい、今日はまた沖縄と東京をつないで、また質問溜まってる質問ボックスとかコメントから質問を抜粋してですね、サクサク答えていこうと思います。いきましょう、どんどん。はい、じゃあ読み上げちゃっていい？はい。じゃあまず第1問、お二人が持っているシルバーバングルとかリングを紹介してほしいですと。っていうことなんだけど、俺から言わせるとこのもう一つしか持ってないから、あのレザーのやつ。うん、まあね。でもう一つのあのなんで真鍮のやつはさ、あの今封印してるんだけど封印あれね、熱いのよ。あのでかいじゃん、でかくてさ、結構くっついて、あの湿気が多い沖縄だと結構汗かくと、ちょっとなんていうの、なんだ、サビじゃないけどさ、なんか変なのつくんだよね。青くなるのよ、うん、まあ真鍮はそうだね、匂いもつくし。そうで、とりあえず今あのでちょっとスタイルが変わったからさ、昔は俺古着とか着てたら、うん、着てた時は結構あのブラスのやつ、あ、ブラ、集中のやつってあってたんだけど、今もうほぼ黒とかだから、黒とか、モノクローム、あ、モノクロマティックなやつだから、うんうん、最近つけてなくて、で、あの、渡るくんの、ケイ・シゲナガのバングルを、そうだね。東京に行った時にカスタムオーダーしたんで、それが右手につくかな。うん、あの、9月ぐらいだっけ？もしかして。まあ、9月に間に合えば。まあ作ります。その時は今は他のお客さんとかのオーダーをいろいろ作りつつなんで、うん、まあちょっと後回しになっちゃうけど、まあ作ります。うん、楽しみ。あれはかっこいいよね。そうだね。まああとは俺は、まあ前もちらっと紹介したけど、これ、うん、バングルはこっちがつぼみってやつで、こっちがこのゴールドのタグがついてるやつね。これはゲニってやつで、リングはこれ前も紹介したけど、うん、あのシスイっていうやつと、うん、これがコリューっていうやつ、うん、あとまあこれ、うん、これヘアゴムなんですけど、まあ縛ればわかるかな、うん、まあなんていうの、髪縛る人は、まあ、俺がこれ欲しかったから作ったんだけど、うん、見えるのかな、こんな感じ、うん、あれちょっとかっこいいよね、こんな感じかな、うん、俺がロン毛だったらすごい欲しいな、見えてるか、うん、うん、うん、で、あともう一個俺がつけてるのは MA、 うん、MA のシルバーとレザーのバングルと、まあ、時計です、うんうんうん、これ渡るくん外さないよね。なんかチラッと聞いたけど、風呂とか寝てる時も外さないでしょ。外さない。リングは外すけど、うん、リングと時計は外す。こっち側は全部外す。あの 手、時計と MA と、うん、ヘアゴムはまあここつけてなければまあずっと腕にあるんだけど、あとまあリングは全部外すけど、うん、こっち側のバングルは外さないかな。それはもうめんどくさいから。うん、なんか別に外す意味があんまりわからない。なるほど。テニスしてる時とかも外してなかったし、ね、この前やったけど。ああ、そうなんだ。うん、なんかずっとしてるね。まあ、自分のサイズにギュッてこうギュッとやってるから、うん、まあ外すのも、まあ、大変ではないんだけど、うん、まあめんどくさいだから、まあなくすことはない。つけてるのがもう、まあ、確かに、うん、つけてるのがもう自然な感じになってんだ。そうだね。いや、これが僕たちの、俺が一つで渡くん何個つけてるのよ。まあいっぱいだよね。1、2、ジャラジャラジャラつけて。まあもっといろいろつけたいんですけどね、本当は。うん。ちょっと今、まあその俺はもう自分のブランドのやつ、うん。あと何個か欲しいものがあるんだけど、まあちょっと自分の買ってるよりね、うん、ちょっと他にお金回さなきゃいけないところがあるから、
ちょっとそっちを優先しちゃってるけど、まあ、欲しいのはいくつかあるんだよね、うん、なんで、うん、徐々にうちのお客さんとともに増やして俺も行きたい、うん、だってお客さんの方とかでもう7個とか持ってる人いるのよ。おめっちゃ羨ましいもん。俺もその人にもこの前会ったけど、いや羨ましいなみたいな。まあ、そのブランドを作った人なのに。そうそうそう、全然ねあんまり持ってないっていうね。まあ、7個か。ケイシゲナが7個ってすごいな。そうね、すごく嬉しいことだけどね。いいことだね。 OK、 はい、次の質問。腕時計などはどのようなものをお使いですか？腕時計、まあさっきおらずしてない。さっきのこれですね、クレドール。なんだっけ、クレドールっていう、まあ親父からパクったやつです。なかなかでもね、かぶらないんだよね、クレドールの時計って。そうなんだ、時計わかんないな、全然。まあ俺もそんなに知らないんだけど、うん、成功なんだよね多分、作ってるところ、作ってるところ、会社、でだからすごくいい作りはしっかりしてるんだけど、そのセイコー、グランドセイコーみたいなラインが2つあって、その別の名前でクレドールっていうのをこうちょっとなんていうの、ジュエリー、ジュエリー、ラグジュアリーラインみたいな感じ、なんかちょっと宝飾部門みたいな感じでクレドールっていうのがあるんだよね。でそっちはね本当にしてる人を見たことなくて、でもこの前たまたま1人見て、あれっつって、その時ちょっと嬉しかったけどね、初めて見て、まあそんな感じで、もまあ被らないんでいいですね。まあ物もいいと思うので成功だから、まあでもあんまり時計も詳しくないから、俺は親父にもらったやつをつけてます。全然わかんねえな時計は。はい、2人のワードローブの中で一番気に入ってるものの理由を教えていただきたいです。ワードローブっていうのは、まあ、洋服ね、洋服の中で服、持ってる服の中で一番気に入ってるものとその理由。気に入ってるものって言ったら全部なんだよね。おっしゃる通りでございます。気に入ってるもの以外持ってないんだよな。まず、そうだね、全部気に入ってます。それ以外気に入ってないものはまず持たないから。それもそうだな。なんでいいのっつったら、いやもう、まあそうだよね。なんて答えて、なんか、いやそのナンバーワンみたいな、そういうのあるのかな。いや全部気に入ってるからね。等しく気に入ってますっていう、等しく俺の生活に必要なものですみたいな。そう。いやもう全部気に入ってるな。最近は俺もそうだね。なんか断捨離する前とかこいつが一番とかあったかもしんないけど。まあそうだね。もうかっこいいものしか、自分の中でかっこいいと思ってるものしか持っておりません。持ってない。質問。車買うならどんな感じのものがいいですか？車ね。車の量くんまず欲しくないでしょ。俺は欲しくな、まあ欲しくはないけど、乗るとしたらっていうのもあるの。俺はあれですよ、あのポルシェ911ですよ。あ、ポルシェ、あのポルシェの、そういうタイプ、あの911の、あの古いやつ、あのフォルムが、まあ俺あんまり車詳しくないからさ、あのもう完全に娯楽として乗りたいよね、乗るんだったら。それはね、買うつもりはないけど。それは俺も一緒だな。なんか、車、まあもし長野とかにいるんであれば、実用性みたいなこと多分考えて車乗ると思うんだけど、まあ今というか、このしばらく東京にいると思うんだけど、その東京で車を乗るっていうことは、まあぶっちゃけ必要ないっちゃ必要ないんだよね。だって電車とかで移動できるからさ。その上で買うってことはもう完全にもう趣味の範囲というか、ってなったらもうその機能面とかじゃないよなと思って、でも俺本当に車は分かんないんだけど、
うん、友達がベンツの、うん、あの古いやつも乗ってんのね、うん、古い顔がこうなちょっと長いやつでもかんそれちょっとあの友達から写真もらってそこに載せますねなんか、うん、かっこいいのよそういうのがいいかな、うん、でも分かんないんだよな。だから俺その友達2人なんかね車すごい詳しい人がいて、うん、そういう人たちに相談してきっと俺に似合う車は何でしょう、うん、聞いてみようかなと思うけど、あ、買うならね、うん、でもなんかそうだね、まあ本当に、うん、趣味というかそういう感じで選ぶんだろうね、うん、もしくは俺もう住む用として欲しいよね、うん、キャンピングカーとかさ。あ、そっち、うん、あの、うん、本当にそこで生活できるようなやつ、あの、太陽光発電とか全部つけて、うん、もうなんならそこで生活できますよみたいな感じがいいかな。あの、まあ、両極端だけどさ、うん、あの娯楽用かあの住むためのものかかな。住むまで行くんだ、実用性で行くと。そう、実用性は実用性に振り切ると俺は住むまで行くんだ。住めるものまで欲しい。実用性で言ったら俺普通のまあなんていうのちょっと大きいやつ SUV だっけかな。うん、そう、俺スノーボードとか行ける、あの、行けるやつやるから、ボードぶっ込めるやつ、うん、で長野の山行くっていう、それがまあ実用性を考えたらそれだろうなって感じ。うん、いいですね。そんな感じですね、うん、車全然2人で全然わからん。2人が感銘を受けた本を知りたいです。また現在は何を読んでいるでしょうか。本は僕は一切読みません。読まないのでわからない。まあ昔も読んでないし、今も読んでない。うん、やっぱ確かに。でも渡るくん基本的に何かは読んでるじゃん。まあ本じゃないじゃん、まあ、何か見てるか聞いてるか本読んでる。ウェブの記事とかは読んでるけどね、本っていう媒体は読まないかな。雑誌とか基本的には読まないですね。持ってもないし、うん、買わないしって感じ。まあ、うん、最近で読んだものといったらそれこそ佐々木さんのさ、あの ミニマリストの佐々木さんの本とか、うん、あの、うん、プレゼントしていただいたので、うんうん、まあ、だからそういうのは読んだけどね。そういう機会がないと自分で本を買うってことはまずないかな、俺は。うん、うん、俺はね、感銘を受けた本は、まあ、たくさんあるから選べないんだけど、まあ、ありそうだよね。めっちゃ読んでるイメージある、うん、最近俺もう図書館通いでさ、もう買うことすらしてないのよ。素晴らしい。そう、日本に帰るまでは あのたくさんなんかなんていうの、自分の読みたい本をもうポン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 買おうと思ってたんだけど、うん、あの図書館行ってあのパッなんていうの、あのそこにあるものをピックすることが多くなったかな。わざわざ買わずにさ、図書館があるんだから図書館でいいやんってなるじゃん。おなったね、俺は。あ、まあね、そうだね。そうメルカリとかでさ、いちいちその所有するって何なんと思ってるから思い始めてきたから、うん、あと一回自分の手元にあってどうなんて感じ。あの、まあね、で本なんて一回読んでまた次に流した方がいいじゃん。でそれをメルカリでやろうとしたんだけど、メルカリとかさ、ラクマとかでさ、あの中古本を買って、まあブックオフでも何でもいいけどやろうとしたんだけど、この行為自体結構無駄じゃねえと思って、一、うん、回所有するこのエネルギー何なのと思って、そこにコストと自分のなんていうの、労力、その所有するための労力と、またそれを流すための労力を使うかってやったら、なんか疑問が出てき、疑問っていうか、あの、図書館行ったら、これでいいやんってなって、いちいちなんかそれを英語の見せずに、結構英語の見せずに、もうタイトルでバッと借りるから、もうとりあえずもうサイクルを早くしてるから、あの、うん、今の本に関しては図書館使ってるから、だから今読んでるのは、脳はバカ、腸は賢い。あの、腸を鍛えたら、これ今読んでるでしょ。何冊かあるんだけどさ、
スティーブン・ガイズの小さな習慣でしょ、カーネギーの人を動かすでしょ、で、あの、実家にあったあの又吉、ピースの又吉の火花でしょ、これまだ読んでないけど、ロバート・レヴィンのあなたはどれだけ待てますか、ジョエル・ベストの統計という名の嘘、ウィリアム・カーの闇の世界史、トーマス・フリードマンのフラット化する社会が今手元にある、うん、あの2つ図書館あるのよ近くに、大きい図書館とちっちゃい図書館、うん、だから小さい図書館で3冊借りれて大きい図書館で5冊借りれるから、もうそれをマキシマム基本的に積んどくっていうか、すごいね楽しい、すごいねっていうか、ああ一気にそうやって読んだ、うん、なんか1冊ずつとかよ、一冊ずつを結構読まなきゃ、結構バラバラに読むかも。なんかこの本退屈だなと思ったらそこ横に置いといてまたあの別の本読んだりするから、まあ夕食食べ終わったらもうほぼほぼネットは触らないから、ほぼほぼネット触らずに最後 の, あのなんていう、寝る前の2時間ぐらいはずっと本読んでるかな。だから朝読まないようにしてるよね、あのなんていうの、朝っていうか夕食食べ終わるまではあんまり読まないようにしてるから、どうせだったらなあの作業し、朝と昼は作業の時間に当ててる感じかな今。なるほど、うん、まあ現在は俺は今これ読んでて、これからどんどん読んでいきたいと思います。はいはい、で、アーティストの方からの質問ですね。私もインターネット上で自分のアート作品販売をしたいなどと思っているんですが、わたるさんは K 重永のウェブサイトはどんなショッピングカートシステムなどを使用していますか、とても綺麗なので参考にさせていただきます、いただきたいと思いました。そうですね、なんかまあいろいろあるんですよ、それはあので、まあ前提として僕が全部ウェブサイト作ってるんですけど、例えばロンゲット坊主のブログとかも機能をつけようと思えばつけられるし、うん、まあウェブサイト関連全部僕がやってるんですけど、 K 重永のものは最初使ってたのがスクエアスペースっていうサービスで、うん、で今現在使ってるのはショッピファイっていうサービスです、うん、それはね、まあ俺はその2つが気に入ってて、まあ、日本だとなんだろう、もっとオンライン簡単に、なんだっけ、ベースとか、うん、ショップ、なんだっけ、ショップなんちゃらみたいな、確かあるんだよ、何個か、それ簡単にできますみたいなのあると思うんだけど、うん、まあ、僕はそれは使わずに、海外のサービスを使ってます。で、Shopify、本当は僕は、個人的には、スクエアスペースの方が好きなんですけど。うん、レイアウト的に？うん、なんか、まあ、使いやすさ。ウェブを作る側としての使いやすさ、作りやすさと、うん、まあ、デザインの良さとかは、スクエアスペースの方が好きなんだけど、うん、ただ、日本円に対応しないんだよね。うん、カートが、うん、ドルとか、まあ、他のカレンシーも対応してんだけど、うん、JPY だけは対応してないのよ、うん、で泣く泣くショッピファイにしたって感じ、うん、まあ泣く泣くっていうかまあ別にショッピファイでもいいんだけど、でそれショッピファイも海外のサービスなんですけど、多分何年か前に日本に上陸して、その日本の日本円が使えるんだよね、なんで、うん、Shopify でやってます。まあなんか、うん、リンクみたいなこう、うん、画像を出しとくんで、それ調べてみてください、多分簡単に誰でも作れると思うんで、うん、はい、Shopify でした。沖縄行ったら坊主さんの家に行って一緒に筋トレしてもいいですか勘弁してくださいそれはダメてかあそこ、あ、でも俺が住んでるとこだったらいいのか、あの俺が
基本的に筋トレしてるのは実家の方だからさ、まあ、すぐ近くなんだけど。あ、そうなんだ。じゃあちょっと両親がいるんだよね。俺んちだったら別にいいけどね。もう何いいじゃん、じゃあ。まあ、DM ください。本当に来るんだったら、ね。結構、偏僻なところに、偏僻なとこだけど、まあまあまあ、それは。修行みたいな。沖縄筋トレツアーみたいな。沖縄筋トレツアー。でも1週間とかで変わんねえからな。まあまあ、ね。まあでも、でもその基本は。覚えて帰って自分で持ち帰ってできるっていう。ああ。それいいじゃん。ジム作っちゃってもいいけどね、うん、土地はたくさんあるからさ、沖縄って、まあね、うん、空き地がたくさんあるからさ、じゃあそんなにこう高度な器具も必要としないから、うん、でもね、沖縄のジムはひどいね、言ったけどさ、まあちゃんとしたジムじゃなくて、ちゃんとしたジムが近くにないからさ、なんかこの、市がやってるさ、市営ジムみたいなの行ったんだけどさ、まあ、ひどかったよ。何にもないもん。俺がやりたいこと何にもないもん。何にもなかったもん。多分、怪我しないように、かなり、なんていうの、超ベーシックなやつしかないのよ。なるほど。うん。だから、揃えるってなったらもうお金かかっちゃうけどさ、もう振り切ってしまえば器具なんていらずに筋トレできる方法を、まあ、俺が知ってるから、うん、別にいらないっちゃいらないよね、うん、屋根がありゃいいから、屋根といくつか懸垂棒的なのがあれば多分全てのやつはできるから。なるほど、それやってもいいかもね。どっか借りてだそうです。なので筋トレ坊主に教わりたい方は、うん、沖縄ツアー、筋トレツアー、うん、組んでみてください。来てください。僕は迎えには行けないので勝手に来てください。だいたい家にいます。だいたい今のところ家にいますから。はい、まあ、海でやってもいいよね。 海とかさ、まあね、沖縄ならではの、うん、海で砂地でやるとすごくいいと思う。まあじゃあこんな感じかな、うん、今回は、うん、じゃあちょっと渡るくん締めてください。はい、まあじゃあこんな感じでいつも通り質問またいただけたらありがとうございます。答えるのでコメントなり質問ボックスなり、まあツイッターなり何でも連絡ください。ありがとうございます。はい、というわけでロンゲット坊主でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。はい、バイバイ。